NTT ドコモの Android スマートフォンで利用できる「しゃべってコンシェル」は代わりに調べ物をしてくれるだけでなくコンテンツプロバイダーさんが提供するさまざまなサービスとも連携して便利な情報を教えてくれます例えばこんな感じはんぺんジミの作り方を教えて <noise> ではんぺんちじみのレシピ情報をお調べしますあーこれ簡単そう渋谷に帰るここの最寄駅から渋谷の乗り換えをお調べしますはやーいケーキが食べたい エリアガイドで青山一丁目の景気をお調べしますこんなにたくさん出てくるんだ明日の天気を教えてこの付近の天気をお調べしますよかった晴れるレシピや乗り換え検索など アプリを立ち上げて文字を入力しなくても利用できるのが面白いですね。しゃべってコンシェルは d メニューから無料でダウンロードできるのでまだ体験していない人はぜひお試しください。